好，哎，观众こんばんは、ハルケです。今回はフットレベルアップチーム2のティアリストになります。まあ、選手の強さを5段階で評価したものがティアリストになってるので、少しでも参考になれば嬉しいなというふうに思います。まあ、地獄の目標イベントもチーム2に突入をしたと、いうことで、まあ、チーム2もですね、非常に選手たち強く、なってますし、まあ、メンバー的にもチーム1にも劣らない選手たちかなというふうには思います。で、今回もですね、レベルアップ後の強化カードの方もですね、ティアリストにまとめました。で、それでは早速紹介をしていきたいなと思います。こちらがフットレベルアップチーム2ですねの、ティアリストになります。まあ、D にはですね、ヘンリクを入れました。カイオヘンリクですかね。レベルアップ前の一応ヘンリクになるんですけれども、この選手はですね、まず92という風なことで、まあ能力的にはそこまで、悪くはないんですけれども、サイドバックとしてペースがあったりとかね、していいんですけれども、もう物足りない。リアクションとかはまあ91高いんですけど、今の限界では物足りなくて、かつやっぱり身長が低くて、さらにジャンプもそこまで高くはなく、フィジカルも高くない、まあ、むしろ低い、レベルで積極性も低いというふうなことにはなるので、結構ね、取りきれない選手に、なります。で、かつ逆足が2というのはちょっとひどい、かなというふうには思うので、この92のヘンリクはちょっと D に、しました。で、そして C ですね。C は92、目標でゲットができるヒメネス、そして91の、マレント、この二人を入れました。まあ、ヒメネスに関しては、結構フィジカルが強い、まあ、なんて言うんでしょうね、でかい、フォワードの選手になります。ちょっと重たいかなっていう風に感じる方多いと思いますし、まあ、他にも代わりはいるかなといった感じ。いいですね。で、まあ、このヒメネスの場合は、まあ、4-4っていう風なことも、あるので、ちょっと使い方が、難しかったりする選手になります。爆速っていうわけでもないんで、ケインみたいな感じで。なんで、ちょっと、この92のヒメネスは C ということにしました。で、そして、マレンですね。91のマレン。まあ、一応ね、このマレンはね、速いんですよ。スピードに関しては速くて、あとはまあ、持ちやすい選手なんですね。結構軽くて、で、そこはいいんですけれども、やっぱりリアクション、さらに冷静さに関しては85と、この環境の中ではかなり低いアタッカーにはなってしまうので、そこはちょっと個人的にはあまりないなというふうに感じた部分ですね。やっぱりね、冷静さが低いとシュート決めきれなかったりとか、あとはもう相手が近寄ってきてしまったら、まあ、パニクってしまって、なんていうんですか、ちょっと動作が遅くなったりとか、するので、まあ、そういうこう全てのね、プレーとかに影響が出てしまうのが冷静さに、なるので、パスとかも多分ずれやすくなって、なんでちょっとね、そこが85っていうのは今の環境では低いので、個人的にはそこがかなりマイナスポイントに、なってしまって、まあ4-4っていうこともありますし、まあ総合的には C かなというふうな印象ですね。で、そして B です。B は94のフットレベルアップヒメネス。そして93のレベルアップのマレン。そして91、強化前ですね、のカルル。そして94のレベルアップ後のヘンリク。そして91のレベルアップ前のベラルディ。そして SBC で来ました92のフェラントーレスと、この6名を入れました。まあ、ヒメネスに関しては強化をされた。一応ね、なんか3つのバージョンあるんですけど、全部写真が違うだけで能力が同じなんで、まあ、強さ的には同じかなというふうに思います。まあ、写真がね、なんか3つそれぞれ違うという感じで、まあ自分が好きな写真のヒメネスを選べばいいと思います。まあ自分はこのクロコダイルみたいなね、海賊みたいなヒメネスが一番かっこいいかなというふうに思ったんで、ここでは海賊のヒメネスを採用したいと思います。もうクロコダイルでしょ、こんな。で、基本的に能力が上がって強くなりましたし、逆足も5になったんで、全然悪くはないです。悪くはないんですけど、
この90になっても、まあ、重さっていうのは変わらず、うん、多少はあるかなと。いう風なところで、あとはですね、まあこの90になっても正直こうでかくて速い選手で代わりはいるかなという風なところですね。加速タイプもまあ長いにすることっていうのはまあできないですし、まあケインとかの方が速さを感じる可能性っていうのは十分あるんじゃないかなっていう風に思います。でそしてマレンですね、93のレベルアップしたマレンですね。でレベルアップしたことによってもちろんこの選手も能力は高く、なりましたし、よりこう速さが増した、選手になります。であとはまあスキルも、5になったんで、スピードとまたその足元でのスキルっていうのもまあ使えるようになったっていうのは、うん、非常に素晴らしいです。非常に素晴らしいんですけど、冷静さが1しか上がってないという、衝撃さですね。うん、なんでまあレベルアップしても冷静さは86ですし、リアクションは90なんで、ちょっとそこが難しいかな。でもやっぱり速さがあったりとか、もちろんスキル5ですし、こうオプションとしてのフィジカルもあったりとか、パスも上手くなったんで、サイドからの横パスっていうのも十分つなげるようにはなったんですけど、ちょっと絶対ふとした時に、うん、冷静さの低さっていうのは気にはなってしまうので、ちょっと自分は B にしました。マレンは正直この冷静さが伴っていれば、もうちょっとこう強さっていうのを安定的に、うん、見せれる選手なんじゃないかなというふうには思って、ちょっと残念ですね。でそして91のカルルですね。カルル、まあカルルもですね、非常に強くこの91のバージョンでも全然やれる選手になります。まあ逆足が3っていうのはちょっと、うん、怖いところではあるんですけれども、比較的身長が低めでボディタイプも軽いので、こう自分で体勢を整えて利き足で、うん、出すっていうことがまあできます。でまあこの選手もね、ディフェンダーとしてリアクション90とかっていうのはもちろん90高いんですけど、この環境の中ではトップクラスとは言えないなというふうに思いますし、まあディフェンス能力とかもね、もうちょっと欲しいなっていうのは、うん、あります。ペースはね正直十分だと思うんですけれども、他の能力っていうのはまあちょっと上がって欲しかった、かつやっぱり逆足さんっていうのはちょっと怖い時は、うん、どうしてもあるので、個人的にはこの B に、一旦この91はしました。でそして94のですね、ヘンリクですね、レベルアップしたヘンリク、まあもちろん、マシにはなった、92よりは能力高くなりましたし、いいというふうに思います。あとは逆足がね4にもなってますし、スキルも5に変更をされてます。かなり強化をされたので、ほんと別人レベルに変わったんですけれども、どうしてもこの身長の低さとフィジカルの弱さっていうのはまあ出てきてしまって、その中でサイドバックとしての底の部分っていうのはまあどうしてもこう疲れるところではありますし、もちろん相手がでかい選手っていうのはまあ増えてき、てはいるので、この最後の環境になって、なんでまあその中でちょっと、うん、気にはなる時はあるかな。取りきれないとか、球際で負けてしまってそのままキーパーと一対一で決めきられるとか、っていうのはまあ絶対起こり得る、ことだと思うので、まあ正直ちょっとそこの部分っていうのはどうしても不安は、うん、残ってしまって、ペースは速いんで全然悪くはないし、取ってくれたりとかはするんですけれども、ちょっとこうフィジカルのところっていうのがまあよりちょっと強化をされてれば、うん、良かったのかなっていうふうには思います。でそして91のベラルディですね。ベラルディ、まあこの選手はですね、もともとスキル5かな、で91でもうスキル5を使えるっていうのは非常に素晴らしいというふうに思います。91の頃からアップグレードされてるというのは非常に素晴らしいですね。まあ逆足が3なんで、うん、そこの部分はちょっと気をつけないといけないんですけれども、まあ非常に能力も高くて、うん、そこまで悪くはないかなというふうに感じます。でね、この人もね、冷静さがそこまで高くはないんですよ。88なんで、特に逆足で蹴った時とかっていうのはもう、うん、普通に外すというふうに感じますね。で敏捷性とか本当に高くて、この選手も持ちやすい選手にはなるので、まあスキル5を使いながら、まあドリブルだったりとか、まあ時にはパス出すこともできるので、個人的には全然強いアタッカーかな。でもやっぱり逆足3だったりとか、まあレースももうちょっと欲しかったなっていう風な部分で、まあ A にはちょっと行きづらいかな
っていう風には感じます。そして92フェラントーレス SBC で来た選手ですね。まあこの選手に関しては 4-4 という風なことが、まあ若干今の現環境のアタッカーとしては物足りない部分ではあるんですけれども、身長184センチの割にはですね非常に軽いです。自分はね、RTTK かな、88のカード使っていたんですけれども、この身長の高さの割にはね結構軽かったですし、速さっていうのもありました。なんでフェランへのね印象っていうのはそこまで悪くはなくて、今作まあ普通にやれる強い選手かなと、いうふうに自分は感じましたね。でまあこの92はですね、まあそこからまた能力も高くは、なってるので全然悪くないと思います。正直まあ A とかにしようかなと思ったぐらいなんですけど、それでもやっぱりこの今の環境の中で、要はめちゃくちゃずっと活躍できるか、相手にフェランがいて嫌やなって多くの人に思われるかと言われれば、そこまでではないかなっていうふうには思いますし、この92のバージョンは 4-4 なんで、ちょっと難しさっていうのはどうしてもあるかなっていうふうに、思ったので、この92は B というふうなことにしています。まあ今のね前線のアタッカー本当に強いんで、フェランでも十分戦えますけど、周りが強すぎるかなといった、ところですね。でそして A ですね。 A は、チアゴ・ジャロ、そして SBC の強化をされたフェラントーレスですね、94の。でそして、アタル、そして、強化されたカルルと、この4名を入れました。まあジャロに関してはですね、あまり知られてないかとは思うんですけれども、一応この選手はですね、過去作にも非常に活躍をしてたというか、FIFA の中では人気だった、選手になります。まあ、レナトとケミがね、あったりするんで、ポルトガルでリーグワンで。で、そんなところでも非常にこう、メタ選手と、まあ、なんていうんですかね、ケミが合うっていうのは非常に素晴らしいところですね。で、この選手は身長190センチありながら、ペースが89速いという風な部分が非常に素晴らしいです。で、強化前の91のカルル、と結構能力は似てるんですね。守備能力だったりとかも似てるんで、まあ、同じようなね、感じかとは思うんですけれども、ジャロの方がやっぱりでかくて威圧感っていうのがありますし、足が長いのでしっかり取ってくれます。ジャロとカルルの間にはですね、6センチもの身長の差があったりするので、やっぱりディフェンダーとしてここはでかいんですよね。190センチと196センチでやっぱ違うじゃないですか。なのでその中で6センチってのは結構でかくって、ジャロの190センチっていうのは、やっぱりこうカルルの184センチと比べると、非常にそこのアドバンテージって能力以上に、あるかなっていうふうには思います。でこの選手はですね、ボディタイプもハイアベレージプラスというふうなことで、こう結構ガチムチな、選手にはなるので、フィジカル負けっていうのはこの人ほとんど、しないですね。逆足さんっていうのは本当に一緒なんで、カルルと。でそこのこうランクを分け隔てた理由として、やっぱ身長の部分だったりとか、ボディタイプのこう強さ、フィジカルの強さっていうのは、とこになります。でそして、フェラントレス SBC 強化された、フェラントレス94になった、選手ですね。94になることによって、フェランはですねスキルが5に変更をされました。なんでね、結構軽い、中でスキルも使えるようになったフェランっていうのは、結構いいかなというふうに思います。全然悪くないし、もう普通にトップクラスに入ると思います。で敏捷性もね99になって、本当にこう切り返しとか、あとは反転とかっていうのももうスムーズに行える選手になりました。でレスラーリアクションっていうのはどちらも96あって、パスに関しても非常に通せる、まあなおかつスルーパスも出せるような選手になったので、個人的にはまああとはまあフィジカルオプションでフィジカルも持ってるっていうようなことで、もう普通に強いかなっていうふうには、思います。まあここまでいけば SBC でね作った回っていうのは、あるんじゃないかな、そういうふうには思うので、まあ44の頃のフェラントーレスとはですね、またちょっと、一段階、上がった、選手としては普通に強いかなというふうに思います。でそして92アタルですね。アタル、まあ、アタルはですねやっぱり強い、普通に強い、能力以上に強さを感じる、自分は本当に好きな選手になります。この選手もですねやっぱり FIFA の中では人気な、選手にはなるので、まあ、なんで人気かって言ったらやっぱり使用感の良さだと思うんですよね。本当に使いやすくて、かつフィジカル弱いんですよこの人も。
で、ヘンリクと同じような感じっちゃ同じような感じなんですよ。サイドバックでフィジカルが弱くて、でもペースが速くてっていう。でもアタルに関してはもう全然比にならない。アタルの方が余裕で強いっていうレベルになるんで、なんかこの人はね、ちょっと不思議なんですよ。自分は本当に能力以上に強さっていうのを感じて、今作もよく使ってましたし、まあサイドバックとして使うと、もちろんそのね、フィジカルの弱さっていうのは若干はね、気になるところはあるんですけれども、やっぱり自分で運んでいけるスピードの速さと、もうその使用感の良さ、軽さっていうのがあって、パスも上手くて、逆足が5なんで、もともとスキル4、逆足5っていうスペックも備えてて、あとシュートもね、普通に打てるんで、中盤の選手みたいな感じで打てるんで、そういう風な部分もかなりいいかなっていう風には思います。一応サイドバックだけではなく、この92の 時から、だいたいポジションで CM がついてるので、まあ中盤起用っていうのも、うん、全然できる選手にはなるかなっていう風に思います。もう普通にこの92の段階から強さっていうのはありますね。で、そして、カルル、93のカルルですね。強化をされたカルルなんですけれども、この人はね、もうほんと S にしようが結構迷ったぐらいの選手なんで、かなり強いです。うん。まあ、ジルーだったり、まあ、リークの時にも話はしましたけど、ミランのセンターバックってやっぱりね、今でも強くて、まあ、ジルーだったり、トモレだったりとかはいますけれども、まあ、そこら辺の選手たちと、まあ、対等に渡り合える、くらいのレベルにはなったかなっていうふうに思います。もう本当にカルル一強みたいな時、とこまではいかないかなっていうふうには、まあ、思うんですけれども、先ほど少しこう、懸念をしていた逆足の部分が、この93の時には5には、なってますし、まあ、個人的にはそこが大きなね、ちょっとマイナスポイントになって B だったんですけれども、まあ、そこが改善をされたというふうなことで、まあ、少し、ワンランク上げた、そういうような感じですね。うん、個人的には能力に関してはそこまで全然悪くはないし、トップクラスにはなれるというふうに思います。で、そして S と A の間にいるのがですね、94のマルティネッリ、そして同じく90ですね。同じく94のチュアメニ。どちらもレベルアップ前の、うん、配されたカードになります。まあ、マルティネッリに関しては、44です。なんで、フェランと一緒じゃないのと思う方多いと思うんですけれども、この選手に関しては、能力が凄まじくですね、あとはスピードで置いていけるという風なシーンがめちゃくちゃ多いです。うん。まあ、93のマルティネッリ、TOTS のマルティネッリを使った時もですね、非常に使用感が良く、もう多分その時にも話はしたんですけど、スキル5ならなぁというふうに思っていたんですよね。TOTS の。まあ多分動画を見返してもらえれば言ってると思うんですけど、それぐらいドリブルが本当に軽くて使いやすかった選手。で、ドリブル一応ね、L スティックの細かいドリブルだけでも相手は抜き切ることができる選手にはなるんで、そこまでなんかこう、フェランとかのように44だからといって、あんまりうん、マイナスポイントではないんですよね、この選手の場合は。なんで結構この人の使用感っていうのは良くて、ダッシュで、あとはもうスピードもあるんで、ダッシュを押してるだけで、まあ抜き切ることができるっていう。だけれどもやっぱり44という風なことは変わりはないので、ちょっとこう S からは少し下げた、っていうようなとこになります。で、そして94、中アメニですね。こちらもめちゃくちゃ強い。こちらも本当に強くて、正直この94でも十分です。もうマジで十分。本当にトップクラス、まあ、トップオブトップと言っていいほどの、まあ、守備的ボランチが来たなという風な印象をこの90のチュアメには受けます。本当にね、ケミもね、めちゃくちゃいいので、合いやすい選手。まあ、ケミも相まって多分値段もめっちゃ高くはなってると思うんですけど、うん、それぐらいしてもおかしくないと思います。ちなみに300万ぐらいするのかな?ぐらいするんですけど、まあ、めちゃくちゃ、もうそらそうですわ。強いですもん。当たり前に。で、もちろんドリブルは重たいです。重たいですよ。普通に風見ろタイプというか、本当にがっつり守備っていうのをやって、パス出すみたいなことなんで、なかなか自分で運んでいくみたいな、うん、タイプではない。推進力はあるんですけど、細かいタッチでっていうことはなかなか難しい選手にはなるんですけれども、まあ、もともと逆足が4という風なこともあって、パス精度もあまり落ちることなくですね、取った後もしっかりつなげてくれる。もちろんこうパス能力もね、この94でも十分なんで、
うん、そこも全く問題視することなく、でさらに、まあ、でかくて、まあ、187センチでかくてフィジカルもある選手がやっぱりねペースも92あるっていうのが素晴らしいんですよね。うん、カゼミロもねペース80ちょっとぐらいだと思うんですけど、そこまでねあのもちろん、まあ、気にはならなくなったんですけど、やっぱり元々の素のペースっていうのは大事にはなってくるんで、その中でチュアメニは90超えてるというところが、うん、非常に素晴らしいと思います。でそして S ですね、 HR のランクはですね93、強化をされたチアゴ・ジャロ、そして91のヌニエス、そして93のヌニエス、そして94の強化をされたベラルディ、そして93の強化をされたアタル、そして96強化をされたチュアメニ、そして96、そして98のゴレツカ、そして95、97のバラント、そして強化をされたマルティネッリですね。まあこの選手たちを入れました。まあジャロに関しては逆足が5に変更されてます。カルルと同じような、まあ一応アップグレードされ方かなっていうふうに思うんですけれども、基本的に先ほど紹介をした通り身長がでかい、さらにフィジカルでも負けないという力を持っている。でまあカルルと同様にちょっと逆足さんは気になるけどっていうような部分がまあ改善をされたというふうなことで、個人的にはまあ能力もちょっと上がってますし、そこまで、うん、何も言うことはないかなっていうふうに思います。また加速タイプも長いなんで、全く遅さっていうのはあまり感じない、選手にはなって、本当に後ろから追いついてくるやんみたいな、選手にはなるので、まあ、ペースも91って、うん、非常に素晴らしいセンターバックかなというふうに思います。でそしてヌネス、91のヌネスですけど、まあ91のヌネスはスキル5かなになって逆足が4です。まあスキルがアップグレードされているという部分ですね。この選手はですねパスがあまり上手くないです。パスが上手くないし、今のこの環境下の中ではどうしても通してくれないパスっていうのはあります。だけどそれ以外は完璧です。だからこそ自分は S に入れました。パスをまあ問題視するというそこのマイナスポイントはあるけれども、他がねほぼほぼプラスなんで、総合的には S に入れても、正直ふさわしいかなというふうに感じなんで、ここに入れました。ドリブルは重たいですけど、スキルをね使えれば、全然扱えなくはないので、普通に強いです。普通に強い。あ、好き、え、なそうね、うん、普通に強い。まあヌネスはねなんかやっぱりバースの時があるんで、もともとスキル5のバージョンのあのバースデーを使っていたんですけど、そこまで、うん、重いというふうにはまあ扱えるレベルかなっていうふうには思ったので、全く大丈夫です、スキルを使えれば。うん、でかつまあレースでも95と決定力に関してはもう普通に今の環境では通用しますし、でかくて速いというふうな部分もまあ持ち合わせてはいるので、正直このヌネスも91レベルアップ前の、バージョンでも最強クラスかなというふうに思います。でそして強化をされた93ですね、こちらは55になってます。先ほどのスキル5逆足4からですね逆足が5になって、55のヌネスが誕生をしました。やっぱり4より5の方がいいっていうのはもう明らかなので、能力もさらに相まって、55になってるというふうなことが非常に素晴らしいです。でこの93になってもパスっていうのはあまり上手くないです。うん、ケインとか、まあ、ベンゼマのように、ボールを受けてスルーパスでアシスト役にもう回れるっていう選手ではないです。スルーパスに関しては結構通せないと、いうふうに思います、強化をされても。ですけどまあその中で逆足で出した時にもね4から5っていうのはでかいですし、まだまだちょっとこの93になってもパスのうまさっていうのはあまりないですけれども、先ほど言った通り他にもプラス、まあ他の全てがですねプラスの要素っていうのが、うん、大きいので、総合的にはめちゃくちゃプラスみたいな、ことで、強化もされてるのでS に、しました。でそして、ベラルディ94の強化をされたベラルディですね。まあこの選手に関してはやっぱり55になったというふうなこと、逆足かなが3から5になって、55になったというようなところが非常に素晴らしいと思います。あとはプレミアムというふうなことで、うん、
気味が合わなくてもですね使えるというふうな、ことが非常に素晴らしいと思います。で、もともとね91の時にも話はしましたけど、ドリブルは軽い選手にはなるので、まあその中でやっぱりこう唯一の欠点だった逆足っていうのが強化をされてるっていうのは非常に素晴らしいですね。やっぱり91の時に逆足さんっていうのがっていうのはやっぱりよく言ってたと思うんですけれども、そこが5になるともう正直全然強く、もう全然ガラッと変わるんで、スキルで相手を剥がしたり、細かいタッチで相手を剥がして、さらに利き足に持ち替えなくても逆足でも触れる、パス出せるっていうのは非常にやっぱり素晴らしい、ところなんで、個人的にはかなりいいかなというふうに思います。これでねまたちょっとペースとかが爆速だったらもっとより良かったかなというふうに思います。一応ポジション的にもね両サイド LM、RM、RW、LW、一応ウイングもサイドハーフも両サイドできるんで、そのところでもご自身のスカートに合わせて、使うことはできるかなというふうに思います。で、そして、93ですかね、強化をされたアタルになります。アタルもですね、一応プレミアムになってるので、ケミが難しい選手だなというふうに思うんですけれども、まあそこが改善を、されてます。で、まあ同様にですね、能力以上に強さを感じる選手にはなるんですけれども、まあ能力が上がってですね、一応ね、この選手5-5にならなかったっていうのがね、ちょっと残念ですね。スキル逆足のアップグレードっていうのは、なされなかった。のでスキル4逆足5のままに、なります。まあ個人的には能力的にちょっと、上がってるっていう風な部分で、まあ特にそれ以外は何も言うことはなく、まあ、単純に強化をされてるねという風なところで S に、してます。アタルに関しては目標もね非常に、こんだけ強いのにまあめっちゃね簡単ですし、チームはフェキルみたいな感じです。本当にもう1試合で終わるレベルの目標なんで、ぜひ取ってみてほしいなというふうに思います。で、そしてチュアメニですね、96のチュアメニ、まあ94でも絶賛をしていた、選手がですね、強化をされるとそれは当たり前に S になります。で、この選手の場合は逆足が4から5に変更をされているので、正直4でも十分なんですよ。4でも十分だからこそこの間に入れていたんで、まあそれがね本当にこう欠点なくというか、やはり4から5の方がいいし、本当に素晴らしい能力も高くなって逆足5になったという風な部分だけで、正直ランクは1個上がるかなという風に思います。で、そして、96のゴレツカですね、もう排出の時、レベルアップする前から96っていうのはもうすごいです、もう凄まじいですね。もうえぐい96でもうレベルアップした後やんみたいな能力してますから、その中でちょっともうまず能力がえぐいというふうなことプラス、この選手はまあ一応ボックスボックスというか、もう本当に攻守にわたってなんですけど、スキルが3なんですよね。なんでまあスキル3でもその強さ、フィジカルの強さとか、あとはスピードもあるから、それで別にスキルとか使わなくても別にいけるって時はあるんですけれども、やっぱり4以上欲しいなっていう時はまああります。ですけどここまで能力高くなってくると、全然能力でカバーはできるレベルにはなるんで、もう全然普通に CM というか、上げる CM として使ってみるっていうのも全然十分かと思います。で、そして98の強化をされたゴレツカーですね、もうエグいですね。98まで行ったらさすがにえぐいなというふうにまあ思うんですけれども、この選手スキルが4になってます。スキル4逆足5になってるので、まあ能力プラスですね、前出ていった際でもスキルで勝負ができるというふうなところ、まあ4、まあ5ではないんで、もちろんそれはあれなんですけど、4でも3から4でも十分なんで正直。なんでそこで4にもなったかというところで、もマジで言うことがない、マジで強すぎて何も言うことがないという、選手になりました。それこそチーム1できたレナトとかとよりかは全然重たいです。多少重たいですけれども、それより本当にプラスの要素っていうのがめちゃくちゃあって、強さっていうのを本当に感じれる、理不尽さっていうのがマジで感じれる選手に、なると思うので、まあ、なかなかね、
96の5列化も高くて目標も大変なんで、98を取るっていうのはなかなかちょっと根気がいること、根気とコインがね、いること、だと思うんですけれども、まあ取って損はないと、そんな選手になります。でそして、95のバランですね、95のバラン、まあレベルアップする前のバランなんですけれども、まあこの選手もですね非常に強いですし、センターバックの選手としてはめちゃくちゃ高いですね。1000万超えてる？そんなレベルよね。1000万さすがに超えるとは思わなかったですけど、まあそれぐらい価値があるということなんでしょうか。まあリアクション冷静さっていうのはもともと99というか、この時でも99、まあ94のね、あの TOTS モメントの時から99なんで、まあそこは変わらず他の能力は上がってきたという風なところですね。まあ94でも正直ね、最高峰というか、もう一番最後まで、今作の終わりまでいけるレベルだという風に自分は言っていたんで、そこから強化をされると、まあ何も言うことない、この人も最強クラスのセンターバックになります。でそこから強化をされた97はですね、もう本当に何も言うことない、もう黙っちゃうよっていう、選手ですね。うん、何もないよ。だって強すぎるだけだから。フィジカルでも負けないし、対人も強いし、でそういう選手が後ろからも追いついてくるんで、もうやばいですよ。で一応まあこのバランは、97のバランは逆足が5になってます。でもともと4なんで、そこもそんなにね、別に4でもいいですから、別に4でもいいけど、もちろん4から5に変わった方が安定性っていうのは増すんで、そこがちょっと強化をされてるっていう風な部分ですね。でさらにまあ能力もね、まあ、OVR プラス2上がってるんで、いや能力は95のままでも全然いいけどねっていう感じやけど、本当に強いです。強くなってます。もう94でもね、別にもう自分はいいんで、そら95、97とかになって、逆足も5とかになったらえぐいでしょうね。本当に地上戦、空中戦、どちらともマジで強い。本当に今の現役のセンターバックの中で一番強いんじゃないかと思えるぐらいの、選手になるというふうに思いますね。でそして最後ですね、96かなの、マルティネリ。まあこの選手に関しては、先ほど、94の時にも紹介をした通り、まあ44がなと、まあでも44でもめちゃくちゃ軽いし、速さでも置いていけるっていう風な話をしたんですけれども、こちらの96のマルティネリになることによってスキルが5になってます。ようやくプレミア TOTS の時に話をしていたマルティネリが今来たという風なことですね。スキル5のマルティネリ、まあスキル5を使えるようになったという風なことで、単純な、スピードだけではなく、ですね、スキルも使えるようになったという風な、オプションがついたというのは非常に素晴らしいと思います。なかなかスペースがないところでもですね、活躍ができるようにはなるので、あとはスキル使わない方でもドリブルめっちゃ軽いし、本当に細かいタッチっていうのができるので、そういう方にもおすすめです。スキル使わなくても別にいいです。でパスもうまいので、スルーパス出せますし、サイドからの横パスっていうのもしっかり出して、くれます。で先ほど言った守備力っていうのにもまあ磨きがかかって、ちょっと高く、なってますし、あとは冷静さっていうのも、まあ、92なんですけど、まあそれなりにあればいいかなというふうなところですね。まあシュートもしっかり決めきってくれますし、サイドの選手なんですけど、まあ前線 ST とか、でもめちゃくちゃ使えるかなというふうに思います。まあドリブルの軽さ、そして速さ、そこにスキルもついたというふうなこと、能力的にも凄まじい選手にはなるので、まあ使用感がよく、この選手もですねしっかり、試合の勝利に貢献をしてくれる活躍っていうのがもう余裕でできる、毎試合できるみたいな、選手にはなるので、個人的には S ランクとしてはふさわしいかなというふうに思います。まあという感じで、これがフットレベルアップチーム2の、テアリストになります。まあそれぞれ、またですね目標が、あるので、まあ大変では、ありますけど、まあそれぞれできる範囲の中でですね、やっていって、まあ強いバージョンの、選手っていうのを取っていければいいんじゃないかなというふうに思います。それでは今回これで終わります。いいなと思ったらチャンネル登録、高評価お願いします。それではバイバイ。